オーラ、トゥドース。皆さん、こんにちは。セイル&ジャカルです。はい。本日の動画は、テレレレレ。共存学術堂。第2回ということで、平和の母からですね。お母様の授業で人類の涙を拭う平和の母から、本日は学んでいきたいと思います。第7章、青春の苦労は明日の太陽ですから、胸躍る夢に向かって青春を捧げる、一部を抜粋して、また読んでいきたいと思います。今日の若者は多くの傷を抱えています。他の人と比べて自分が劣っており、見せられるものがないと嘆くことが多くあります。そうして自暴自棄になったり、諦めてしまったり、他人のせいにしたり、さらには今の時代を恨んだりするのです。しかし、直面している状況が厳しく、困難であればあるほど、自らを顧みなければなりません。青春時代には誘惑も多く、悩みも多く、欲求も多くあります。それらに勝つ方法は、志を立てることです。青春時代に志を持つことは非常に重要です。また、若さはいつまでも続かないということも知らなければなりません。胸躍る夢に向かい、自分の青春を何の未練もなく完全に捧げなければなりません。その際、どのような志を持ち、誰と共にその志を果たしていくかが大切です。一律一律人生を開拓し、能動的に生活することができなければ、悲観と落胆の沼にはまって抜け出すことができません。ある青年はいつも不平不満を起こしています。努力すればよいとお友達は言うけれど、努力してない人なんていますか？努力してもうまくいかないからさっさと諦めるんです。私は悪くはありません。社会が間違っているんだと思います。悲観的な青年たちの不平不満は、常に自分自身ではなく他者に向かっています。しかし、社会のせいにする前に、自分は燃え尽きるほど努力したことがあるのか、謙虚に振り返ってみなければなりません。青年が歩むべき道は、不平不満の道ではありません。犠牲と奉仕、愛を実践する純粋な道でなければなりません。人材育成を大切に思っています。人類の救いと世界平和に貢献できるよう、グローバル突破の教育をしております。未来を担う人材を育成するためには時を逃してはいけません。自分の両親よりもさらに大きく天の前に忠厚を尽くす人になるという覚悟のもと、勉強はもちろん、熱心に信仰生活に励むように導かなければなりません。未来の主人公は青年です。どのような困難が迫ってきても、自分を磨いて必ず勝利し、自らの置かれた場所で真摯に尽くして天の父様と歴史に末永く記憶される孝子、公女を中心となる青年を輩出しなければなりません。今経験している苦労は、明日の揺るぎない礎石になるのです。はい。そして、またですね。平和を愛する世界人としてからですね。志を立てるということは、自分が生きていく人生の意味を決めることです。はい。また一部を抜粋して読んでしてまいりました。また、これはですね、誠の父様だけが、ですね、志を立てようと言っているのではなくてですね、世間一般の有名なですね、日本の北海道にアメリカから来た、今、キリスト教の信仰の基盤をもとに来た、クラーク博士が残した言葉も有名ですね。少年の大将だけ。Boys be ambitious. Ambitious. 札幌の農学校の教頭を辞して日本を去るときに、教え子たちに送った言葉とありますね。若者は大きな志を持って世に出ようということで、実はですね、Boys be ambitious の続きがありまして、Boys be ambitious in Christ, Christ, Christ. キリストにあって大将だけという方とも言われております。そしてまた、青年を大将いたけ。しかし、それは金銭のためや利己的な満足、さらには消えてなくなる名誉や名声のためではない。はい。とも言われたことありますね。はい。志を立てることの重要性が、まだ今回、御言葉の中で強調されていたんですけども、私自身、志、夢を抱く、夢を抱き、それを成すための志を、立てなかった。立てたときと立ててなかったときの
心情であったり、心であったり、またその生活での違いが、すごく実感しております。やっぱり今、目標を持っているんですけども、その目的と目標が分からなかったら、人生の目的が分からなかったら、そうですね、志がなかったら、全く違った人生を歩んでいると思います。そして、志は今なかったとしても、立てることによって、持っていくことができるんです。そうです。今、自分自身の中で夢はもうありませんっていう、悲観的な、まあ、全然夢が分かんないっていう、まあ、悲観的な場合じゃなくても、例えば、もう、いい人生なのか悪い人生なのか全く分かんない。もう、くにゃん、あ、そのままですね、生きていくこともできるんですけど、はい。幸せな人生を生きるために、本当に志を立てるということは大事であり、そして志を立つならば、それを実践して、志を成していく、その強い思いが必要だなと、すごく思います。何があっても揺るぎない志のために、揺るぎない心を持っていく。それが本当に大事だなと、すごく思います。はい。なのでね。そうですね。どのような志を持っていけるのか、私たちが、本当に大事だなと思います。はい。そうですね。この遺骨を読んでですね、思ったのは、今大学生なんですけどね、この時に、本当に、お坊様に出会えてよかったなって思って、2世として生まれて、御言葉を学んで、御言葉を実践して、少しずつはあるんですけども、実践していく中で、お坊様は本当に私たちに愛を残されて、愛されておられるんだなって、そう感じるし、これは私たちの教会の聖霊だけに語られた御言葉ではなくて、本当に全世界の聖霊たちに、そしてまた聖霊の心を持つ皆さんにですね、語られた御言葉だなと思います。どんな時も、いついかなる瞬間からでも、志を持てば、本当に人生は変わるなと思うので、今、聖霊じゃない、年として、聖霊じゃないなと思ったとしても、未来に残す思いで何を成すか、残りの時間で何を成すかっていうのを考えていくことはすごく大事だなって思います。はい。本日はお母様のですね、平和の母からですね、志を立てることを胸を躍る夢に向かって青春を捧げるっていう内容から訓読していったんですけども、また次回の第3回の公助学術堂ではですね、はい。平和を愛する世界人としてからですね、青少年を志を立てれば人生が変わるっていうのと、グローバルリーダーを世界を懐に抱く人からまた学んでいければなと思います。はい。それでは皆さん、志を持って人生を明るく、そしてまた幸福に幸せに生きていきましょう。それではまたね。それでは皆さん。